疲れ様でーす。ポンです。いつもグッドボタンにコメントたくさんありがとうございます。嬉しい嬉しいです。はい、それで今日の話は昨日に引き続き中野会の役だジミーちゃんパート3を喋りたいと思います。昨日はね、中野会のジミーちゃんが自分の元うんこ兄貴分から言われた人間、その人間に自分のしのぎを引き継いで渡した相手、自分のしのぎを適当なことをして潰した人間、その人間が中西組に行ってると。それでジミーちゃんが自分にポンちゃんは動かんといてくれと、俺が動いて話するからポンちゃんは動かんといてくれと、昨日はねそこで終わってるんですよ。それでね、ジミーちゃんが自分と面会して仕事をねやってくれてる間のお金、本来自分がもらうべきお金ね、それが200万ちょっとあったらしいんですよ。そのお金もそのうんこ兄貴分がこの人間に渡しといてくれた、そう言ってジミーちゃんは渡してるんですよ。ジミーちゃんの話ではね、渡してるんですよ。それから1年ぐらいは東京の友達とかとか京都の友達とか大阪とかね、お客さんにも覚醒剤出したりシンナー出したりしてるんですよ。だからトータルで400万ぐらいのお金がねなくなってるわけなんですよ。消えてるわけなんですよ、本来自分がもらうべきお金がね。だからジミーちゃんは400万円の請求をするとその中西組の人間に連絡を取ったわけなんですよ。それで次の日の夜会うことになったんですよ、ジミーちゃんと中西組の人間とね。それでジミーちゃんから連絡があって、今日の夜会いに行ってくると、話終わったらまたポンちゃん連絡するわと。それでもしポンちゃんの元兄貴分〇〇が出てきたらどうすると、顔立てて話するんか、そうかそんなも関係あれへんと言うんか、どうするっつって、まあそういうふうにジミーちゃんが聞いてきたわけなんですよ。それでもしうんこ元兄貴分が出てくるようなことがあったらすぐ連絡ちょうだいと、誰かそこに行かして生け捕りにするからと。自分その時ね、その元うんこ兄貴分を探してたんですよ。別のことでね捕まえたかったんですよ。でもどこにおるか全く分からなかったんですよ、その当時ね。それでもし来たら捕まえてくれと、誰か行って生け捕りにするからと、まあそういうふうに言ったんですよ。それでジミーちゃんは分かったと、その言葉聞いて安心したと、とりあえずもし来たら生け捕りにするわと、捕まえとくからすぐ連絡するよと、まあそう言ってね電話切ったんですよ。それで3時間ぐらいしてね、ジミーちゃんから連絡来たんですよ。うんこ兄貴分は来なかったらしいんですよ、その現場には来てないんですけどね。その中西組の人間の言い分としたらね、最初に持ってきたお金、ジミーちゃんが捨てた自分のしのぎね、自分のために動いてくれてたしのぎの上がりの200ちょっと、そのお金はちゃんとそれは丸々に渡してると、その丸々っていうのは自分の元うんこ兄貴分なんですよ、それに渡してると。それと毎月の上がり、自分のお客さんに覚醒剤とかシーナとか出してるね、上がりの分の 50% はちゃんと丸々の彼女に渡してると。だからわしは誰から何も言われることはないと。それで仕事を潰したんじゃなくてパクられただけやと、パクられたから仕事できへんようになっただけやと、だから責められることは何もないと、それが中西組の人間の言い分なんですよ。それをジミーちゃんはそのままね聞いて帰ってきてるんですよ。自分からしたらねちょっと甘いなと、詰めるとこ他にもいっぱいあるやろうと、まあそう思ったんですよ、正直ね。その時当時ね、中野会ってそこまでね全盛期の頃に比べたら全然名前ってまだ知れ渡ってなかったんですよ。
まだ中野のおじさんが秘書にもなってなかったと思うんですよ。本家の親分のね、秘書にもなってなかったと思うんですよ。だからそんなにね、名前がまだ響き渡ってなかったんですよ。だから中西組からしたらちょっと舐めた感じでジミーちゃんに言ってきてると思うんですよ、当時ね。それで中西組の人はね、もし文句があるんだったら丸々に言ってくれと。その丸々っていうのは自分の元うんこ兄貴分なんですよ。それでじゃあその人間に連絡取ってくれとジミーちゃんが言ったんですよ、中西組の人間にね。でも中西組の人間も連絡が取れないと。わしもあの人間からもらわなかん金があると。でも連絡が取れへんねやと。逆にそっちで連絡取れたらわしに連絡もらえませんかと、それぐらいのことを言ってきたらしいんですよ。それでジミーちゃんがポンちゃんどうすると、これ以上の話長西組とするって言って、まあそういう言い方してきたから、じゃあもういいよと、ありがとうありがとうジミーちゃんもういいよって言ってね、ちょっと自分が投げやりない言い方をしたんですよ。多分ジミーちゃんにしたら気が悪かったと思うんですよ。なんやねんその言い方と。ジミーちゃんには一円の得もないからね、自分のことで動いてんのに、なんやねんその言い方と、多分そういう風に思ったと思うんですよ。でも自分からしたらジミーちゃんがそのしのぎを渡してるんだから、ジミーちゃんの責任がゼロかと、そうじゃないやろと、俺はジミーちゃんに任せると。ジミーちゃんがうんこ兄貴分を通じてその人間に渡したにしろ、俺の知らんとこで話が進んでるやんと、自分の中ではそういう考えがあったんですよ。だからそういうちょっとね、投げやりというかきつい言い方をジミーちゃんにしてしまったんですよ、その時。それでね、もうそのお金は諦めようと、それを追いかけてでも多分無理やろうと、自分の手元にその金が来ることはもうないやろうと、そういうふうに思って諦めたんですよ。それからもね、ジミーちゃんとは付き合いがあったんですよ。大阪に行った時はみんなで一緒にご飯食べたり飲みに行ったりね、仕事も一緒に絡んだりもしたんですよ。ジミーちゃんと二人っていうか、まあ何人かね、ヤブラしてる人間何人かいたから、みんなでご飯食べたり飲みに行ったりとかもしてたんですよ。それである時ね、友達が当番に入ってたんですよ、事務所当番にね。それで何か差し入れしてあげようと思ってね、西成にあるきよしっていうね、おでん屋さん、正義田の事務所の近所にあったんですけどね、そこにね、友達と一緒におでんを買いに行ったんですよ、鍋を持ってね。それで自分が車で待ってたんですよ。友達が鍋を持って教師に行ってたんですよ。そしたら前から柄の悪い3人が歩いてくるんですよ。それで1人背が高いんですよ。その背の高いのがね、友達だったんですよ。坂尾恵に行った友達なんですよ。ジミーちゃんとトラブルになったね。それで声をかけたんですよ。おい、まるまるって言って。そしたら向こうも、ポンちゃんやんって。久しぶりって言って。元気にしてたって言ってね。普通なんですよ。普通に喋ってくるんですよ。それでちょっと世間話してね。ちょっといろいろ聞きたいこともあるし、飯でも食おうなと。まあそういうふうに言ったんですよ。そしたら、ジミーと言いつけしてるやろうと。まあそういうふうに言ってきたんですよ。ずっとジミーちゃんだったんですよ、呼び方がね。自分と出会った時はジミーって、まあ呼び捨てにしたんですよ。それで、いや仲良くしてるけど、ジミーちゃんはジミーちゃんと、お前はお前やんと、別にいいやろと、お前と俺と付き合いしてもジミーちゃんにごちゃごちゃ言われることないやろと、でもジミーちゃんとの件はお前が悪いと、友達の中で良くないんじゃないのと、まあそういうふうに言ったんですよ。そしたら友達がはって悪いのはジミーやろと、ポンちゃんがどんな話聞いてるんか知らんけど悪いのはジミーやろって、ってまあそういうふうに言ってきたんですよ。それで何が悪いねんと、ジミーちゃんのどこが悪いねんと、まあそんなふうに自分も無気になってね言ったんですよ。そしたらその時にね、その友達と一緒に歩いてた二人、その人間らが先に歩いてね進んでたんですよ。その人間らがおいっつって自分の友達を呼んだわけなんですよ。多分同じ事務所の上の人間なんですよ。それでポンちゃんごめんと、また連絡するわって言って慌ててね、その二
人の後を追いかけて友達が行ったわけなんですよ。だからね、話は途中までしか聞けなかったんですよ。喋れてないんですよ。それでね、おでんを持って当番してる友達の事務所に行ったわけなんですよ。それで今丸々と清の前で会ったわと、それでジミーちゃんのことこんなこと言うてたと、まあその話をしたわけなんですよ。そしたらその当番に入ってる友達はね、そうやねんと、俺もあいつと出会った時に喋ったと。そしたらジミーちゃんが悪いと、そう言うんやと。でもジミーちゃんからしたらあいつが悪いと、その友達が悪いと、だからよくわからんよと、あの二人は何があったんか俺らにはわからんし、今さらいちいち間に入ってどうこうしようとも思ってないし、なんだっていいんじゃないと。でも自分の中ではもや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 してるんですよ。自分が懲役行ってて空白の時間やからね、そのジミーちゃんと自分の友達がトラブルになったのは空白の時間なんですよ。だから気になってしょうがないんですよ。それで坂尾めぐみの友達の事務所に電話をかけたんですよ。連絡取ってくれと、どこどこ海の誰々やけど連絡取ってほしいと。そしたら次の日のね、昼ぐらいに電話かかってきたんですよ、友達から。それで久々に顔見たら一緒に酒飲みたなったと、飯食えへんかと、一緒に飯食おうなと、そう言って言ったんですよ。そしたら次の日の夜、体空くと、じゃあ一緒に飯食いに行こうかと約束したんですよ。それで次の日の夜会いに行ったわけなんですよ、その坂尾めぐみに行った友達にね。はい、申し訳ありません、この話の続きはまた明日喋りたいと思います。さてジミーちゃん、いい人間なのか悪い人間なのか、皆さんコメントで教えてください。ということで今日はこの辺にしたいと思います。